どうもこんにちは、しまです。この動画ではアドセンス単価激減とかっていう動画がすごい最近多いんで作ってみました。でそもそものアドセンスの仕組みっていうのを知るのがすごい大事です。で仕組みを知ると記事の質も上がるかもしれないです。まあそこはやる気次第なんですけど、ただ大事なこととしてはやっぱりそこら辺中に溢れてるよくわからない情報に流されにくくなるっていう事実はあるので、そういった前提でご覧いただければと思ってます。で結局のところ、まあ、大丈夫なので安心してくださいとという解説の動画になります。でこのチャンネルなんですけど、基本的にはブログ関係のノウハウとかスキルっていうのをどんどん発信しています。動画を公開した後にぜひまた新しい動画も見ていただきたいので、ぜひチャンネル登録等をしておいてください。ということでアドセンス単価激減についてなんですけど、やっぱりこういうタイトルめっちゃ多いですよね。アドセンス広告単価激減、コロナウイルスの影響とか、コロナでアドセンス広告単価が激減とか、まあ、あとやっぱ YouTuber が広告収入激減しましたみたいな、もうとにかく激減ってみんな使ってるんですよ。で今回 YouTube の中で一応確認をしたので、必然的に YouTuber の声が多いんじゃないかなっていう気はしていて、でもう一個下がってる傾向っていうのはやっぱ事実です。ただ逆に検索数は増えてます。まあ、これだけ見るとクリック単価下がるんじゃないかって思うかもしれないんですけど、まあ、そこはあんまり気にしないで大丈夫です。で広告主の動きと季節性、まずこれについて少し解説をしていきます。で当然のことを言うんですけど、アドセンス広告には広告主がいます。なので変な記事を書くと Google が広告主に怒られるので、 Google 先生のペナルティが存在してます。でこれはそこまで重要じゃなくて、この Google アドセンスって、まあ、元々は Google 広告なわけですよね。広告を出す際にはで Google 広告には入札とか競合とかそういう概念があるんですよ。これ深く覚える必要なくてざっくりで大丈夫です。そういう概念があるっていうところだけ認識しておいてください。で広告主とか広告費、これが増えるほど広告の枠の取り合いになります。広告枠っていうのは皆さんのブログにあるその Google AdSense のクリエイティブというか、なんていうんだあれ、レクタングルじゃなくてそういうあるじゃないですか、あの四角い広告が、まあ自動広告も含むんですけど、それの取り合いになります。なので決算月っていうのは競合が増えるんですよ。増える場合が多いっていう風に書いてあるんですけど、基本的には増えます、決算月は。そうするとどうなるかっていうと、クリック単価が増加します。で決算月が増える理由としては、まあ、ここにも触れてるんですけど、会社の決算目標を達成したいがためにとにかく広告をぶん回すんですよ。やばいやばいやばいと、計画が達成できないっていう形で広告を回す企業がやっぱり多いと。加えて、まあ、僕もいろんな広告代理店の人と直接話していて、まあ、よく聞く言葉としては、予算が余っちゃったから消化したいんですよねっていう声があるんですよね。要するにクライアントの予算がもうなんか当初の計画より余っちゃってて、と3月がだからちょっと3月多めに回したいみたいな、やっぱりそういう声もあるんですよ。まあ、そういう目線もあるっていうことはざっくりイメージしておいてください。そうすると広告予算の季節性ですよね。そのイメージってやっぱり一般的に見られるこの企業の広告費って、まあ、上場企業とかをまあ例に今回やります。その理由は上場企業の方が結果にコミットしなきゃいけないからです。株主総会があって決算発表があって、その時に計画が達成できないと株主から文句言われるわけですよね。上場企業は特に3月決算とか6月決算とか9月決算とか多いので、そういった時期に大企業の広告費ってのが多くなりがちです。まあ、それがこの部分ですよね。でこの左側の数字はすごいイメージなんで、まあ、ざっくりなんですけど、こういった形で波があるっていうのをある程度認識してもらえればと思います。だから決算月に合わせて広告費が増加すると。で多分今ここまで結構パパッと来ちゃったんで、なんとなくこうイメージが湧きづらい人もいるんじゃないかなと思うので、すごい簡潔に広告費のイメージをもう一回説明すると、まあ、スーパーの決算セールですよね。3月決算のスーパーがあるとして、売上を増加させなきゃいけないと。そういう時に何をするかっていうと、もう従業員を使って宣伝するわけですよ。で本来は出勤しない従業員も、まあ、パートさんとかとにかく人件費を増やしてでも動員してセールをすると。で道端でどんどん声をかけたりして、まあもちろんかけてないところもあるんですけど、チラシを使ったり広告回したりとかっていう風にして、とにかくその決算の売り上げに合わせる目標を達成するためにどんどん人件費っていう、まあ、お金をかけてるわけですよね。だからお金を増やすにはお金を使うしかないっていう、まあ至極当然なことを身の回りでも起こってるわけですよ。スーパーとかでも。だからその人件費を投資して売り上げを立てると。で一般的な企業でも広告費っていう投資をしてちゃんと売り上げを立てると。だから普段我々のブログに表示されてるあの四角い広告っていうのは、そういうエピソードがあるんですよね。実は企業一社一社のいろんなエピソードがあって、そのエピソードの先にブログに表示されてるんですよ。だから思ってる以上に重いです、ああいう広告って。でその後決算が無事に終わりましたと。そうすると今度はやっぱり下がりやすいんですよね。だから6月9月12月あと3月で、その3月のその後半ですよね、にはやっぱり下がりやすいです。で今回騒がれてるコロナ騒動、まあ、コロナショックなのかどうかは分かんないですけど、まあ、それによって普段より、まあ、やっぱり企業のその需要が減ったせいで広告費っていうのが抑えられてるっていうことは、それ自体は事実だと思います。てかまあ事実ですね、おそらくは。で3月ちょっとこうやっぱ下がって、でこれ右下のところにもこうちっちゃく点線あるんですけど、多分まあ4月も下がってますよと。ただそうは言っても
ブログの広告単価って現状下がってないんですよね、まあ、僕のところは。でこれってもちろんブログの傾向によって変わるんですよ。例えば旅行特化ブログとかで Google AdSense 貼っていたらおそらく下がります。でこれって前の動画でも同じ資料をもとに説明をしていたんですけど、直近の世の中の流れですよね。だからそのコロナの影響で外出はダメですよとか、スポーツもやめましょうとか、旅行もやめましょうとか、そうすると例えばこの旅行ですよね、旅行の需要が下がるっていうことは当然ながら旅行特化ブログへのそのアクセスって当然ながら下がるじゃないですか。でそういう特化ブログっていうのはやっぱりそのブログの特徴に合わせて広告が配信される傾向にあるんですよね。例えば美容特化ブログだったら美容系のアドセンス広告が多いとか、そうすると旅行会社とかのそういうアドセンス広告がやっぱり当然ながら減るので、そうすると単価って下がりますよね。なので今ちょっと需要が下がってしまってる業種に特化してるようなブログだと確かに下がると思います。ただサムネにもあるんですけど、まあ、トレンドブログの場合って現状下がってないんですよね。 1000PV あたりの収益っていうのが、まあ、これ直近30日で397円なんですよ。でこれだいたい4月と3月、まあ半分半分じゃないですか、この数字を見ると。で4月だけが300円ちょっとだったんですよね。まあそうすると3月って多分これ500円ぐらいなんですよ。だからそう考えると、まあ、別にいつも通りな数字なわけですよね。4月が下がるのは全然普通だと思ってるので、まあ、もちろん自動広告でうまく当たれば600円とか800円とか行く人は行くんですけど、でそういう時に、まあ、その YouTuber の人がもう広告の収益がすごい下がったって言ってるじゃないですか。でこれ一応仮説ではあるんですけど、やっぱり動画広告の場合って撮影が必要だったりして、あと大企業の割合が多いんじゃないかなと。やっぱり大手が結構 YouTube で高品質なすごいお金かけた動画を作って回してるっていうようなイメージがすごい強かったんですよね、個人的には。まあ、これ人によって表示される広告違うんで一概には言えないんですけど、若干そういう事実があると思います。 YouTube の動画広告は大企業の割合がちょっと多かったと。でその大企業が今こんな感じなので広告費が下がっちゃってると。で一方で普通にこう多くの人が見かける記事内広告って、まあ本当昔から様々な広告主がいるじゃないですか。要するに YouTube 広告なんて最近なわけですよ、伸び始めたのって。一方その記事内広告はもう昔からいろんな広告主がいるのと、そもそもコンテンツとかもウェブページで完結するじゃないですか。ランディングページ作ったりすればもうそれでできるわけですよね。しかもまあ在宅によって、まあ、EC での販売とかっていうのも当然ながら需要が増えてるので、そう考えると減ってるところもあれば増えてるところもあると。でその広告主がめちゃくちゃ多く分散してる通常の広告だからこそ特に下がってないんじゃないかなというふうに思ってます。だからこういうふうにある程度予想して考えるのが結構重要だったりします。こういうふうに考えるとそんな焦んないですよね。あ、なるほどっていう感じじゃないですか。でまあ僕も実際に自分であるこれ考えながら、まあ確かに大丈夫だろうなとか勝手になんか満足しちゃってたんですけど、なのでアドセンス広告自体がなくなることってないです。でさっき話した通り一部の広告主がその需要の減少に伴って広告費を抑えてるっていうのはもちろんこれは事実です。でもう一個考えておいてほしいことがあって、これはいい話なんですけど、峠を越えたら今回のコロナ騒動によって下がった売り上げって当然ながら伸ばさないといけないじゃないですか。一応コロナのせいでとかっていう風に決算発表で言えるにしろ、とは言っても売り上げって元に戻さなきゃいけないんですよね。そうすると本来かけるべき時にかけてなかった分広告費って増えるっていうことが予想できるんですよ。ただし前期の赤字を大きく引きずっていて今年度広告に取れる予算があんまり多くないっていう企業ももちろんあると思います。ただなんだかんだ世の中の会社どこも広告費がないと売り上げって難しいわけですよ、立てるのが。なので下がった売り上げに関しての反動っていうのは間違いなくきます。それもある意味トレンドですよね、世の中の需要を考えるっていう。まあトレンドブログをやってると、まあやってるからこそある程度こう考えられるようなものだったりもするんですけど、まあなので仮に現在その広告費というか、まあクリック単価ですね、それが下がってしまったとして、まず考えるべきは今回の騒動の影響ではないんじゃないかと。結構そういう人いるんですよ。あとやっぱり月によってブレたりもするので変動が大きい人は大きいですし、だから今回の騒動がそもそもの理由じゃないっていう、そういう可能性もあるのと、仮にそうだったとしてもしばらく経てば一気に戻ります。なので直近もし下がった人がいるからといってそんな慌てる必要ってないです。まあもちろん今すぐにでもお金を作んないとまずいんですとか、そういう方もいらっしゃるので全員 100% 大丈夫ですよなんていうような、まあ無責任なことはもちろん言わないですけど、一生このままかって言ったら全くそんなことはないです。ちなみにこのクリック単価、そのさっきの入札の話に戻るんですけど、僕も今ちょっとだけその Google 広告また始めたんですけど、残念ながら単価は下がってないです。ライバル減って安く回せるかなと思ったんですけど全然そんなことないんで、まあ、そういう事実を実際自分で今学んだっていうことはちょっと共有です。で最後に、まあ、だから今やるべきことっていうのは、まあ、まず良質な記事をこれからも書き続けて、まあ、未来に備えましょうと、加えて広告主に見せて喜ばれる記事ってのが理想です。ただこれは必須ではないです。めちゃくちゃポジティブな特化ブログとかじゃない限りこれってまあ難しいので、まあ、必須ではないです。ただ広告主がめちゃくちゃ激怒するような内容はもちろんやめましょう。僕がいつも言ってるネガティブなことはやめましょうと言ってるのと同じです。仮にですけど、まあ、今回の騒動あるじゃないですか。
なんかそのコロナでアドセンス報酬激減かとかで、そういうような情報に惑わされた結果、別にライバルが減ったらもうそれはそれでチャンスなんですよ。まあ、この言い方は正しいのかどうかちょっと分かんないですけど、まあ、でも実際チャンスじゃないですか。市場がある中で競合が減ってるわけですよ。だからそれはもうチャンスと考えて、とにかく前に進めば OK です。マイナス思考が癖になっている場合には、もう今回のこの騒動、超マイナスな世の中の動きをあえてバネにして超絶ポジティブな考えっていう、そういう癖を身につけましょう。まあ、意味わかんないこと言ってるかもしれないんですけど、結構それは大事です。こういう時だからこそ逆張りでポジティブに考えてみてください。身の回りでもいいですし、ブログに関してもいいですし、そうすると意外とチャンスがあるんだなっていう風に捉えられるんですよ。で、まあ僕よく他の動画でも言ってるんですけど、絶対正しくちゃんと続ければ結果は出るんですよ。だからやっぱりマイナス思考にならずに、もうとにかくポジティブに、でポジティブに考える時もちゃんと頭の中を整理するんですよ。こうポジティブに考えられる要素っていうのを分解して、まあ、分解っていうとちょっと小難しくなっちゃうんですけど、まあ、例えばブログを始めて1週間目と今こう比べてみて、そのアクセスってどうなってるかなとか、まあ、ほぼほぼ増えてるわけですよね。あと多分自分自身のそういうスキルというか学びっていうのをブログを始めた時と比べて増えてますし、要するに確実に言えるのは、サーバーを契約した時、ドメインを取得した時、ドメインの名前どうしようっていうふうに考えていた時と比べて、今この動画のこんな後半までご覧になってるっていう時点で、間違いなくいろんなこう学びはあると思うんですよ。だから自分って何も進んでないんだなとかっていうふうに思わずに、間違いなく学びはあるので、それをどんどん生かして前に進んでもらえればと思ってます。ということで今回は以上になります。毎回動画で言って恐縮なんですけれども、まあ、チャンネル登録とぜひお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。